北朝鮮の弾道ミサイル発射で太平洋へ落下したことで、アメリカの動きが慌ただしくなってきたとの情報をキャッチしました。今回は、北朝鮮の弾道ミサイル発射で、グアム基地の B-1B ランサーの動向が変化するを詳しく見ていきますね。数年前にも、中ロの爆撃機が合同軍事訓練をしていて、アメリカが B-1B を緊急発進していました。北朝鮮は後悔していますね。2022年10月4日の朝、北朝鮮は大陸間弾道弾とみられるミサイルを発射。これが、日本海を越えて、青森県の上空を通過した後に、太平洋にまで到達。日本の EEZ、排他的経済水域の外に着水したものと、日本側では判断している。北朝鮮から発射された、こうした弾道弾が、日本の上空を通過したケースは、2017年の9月以来およそ5年と1ヶ月ぶりの出来事ではあるが、今回は、最高到達高度 1000km、飛翔距離 4600km ほどと推定され、これまででも、最大の数値と見られる。北朝鮮は、先月の9月末から、アメリカと韓国の合同軍事演習、そして、それに続き、海上自衛隊を加えた、対潜水艦戦闘を想定した3カ国による合同軍事演習に向けた威嚇行為として、日本海に向けていた短距離弾道弾の発射を繰り返していた。しかし、それらの短距離弾道弾とは異なり、今回のミサイルは最大射程がおよそ 5000km 以上とみられる大陸間弾道弾火星12号とみられており、まさに日本列島を越えて、アメリカのグアムを狙うことが可能なものとなっている。今年2022年3月頃から、アメリカは、北朝鮮が、核兵器の実験を再開する、可能性を察知しており、5月の頭には、県のグアム島のアンダーセン空軍基地に、可変翼構造を持つ戦略爆撃機、B-1B ランサーを4機、本土から一時的に前進配備したとも伝えられていた。この B-1B ランサーの最高速度は、マッハ 1.25 にも達するため、グアム島のアンダーセン空軍基地から、朝鮮半島までは、2時間ほどもあれば到達可能であり、2016年から2177年には、実際に、こうした動きを見せて、北朝鮮を牽制する役割を担ったこともある。ちなみに、アメリカ空軍は、2022年現在、古い順に B-5 にストラトスフォートレス、B-1B ランサー、B-2 スピリットという3種類の戦略爆撃機を運用中ではあるが、B-5 にストラトスフォートレスは速度が音速、B-2 スピリットは全21機と北朝鮮に向けた運用には難がある。そのため、B-1B ランサーも1986年に運用が開始された戦略爆撃機であり、決して新しい機体とは言えないものの、グアム島に展開して北朝鮮の動きを牽制する役割には3種類の中では最も適した存在だと位置づけられているのだろう。言うまでもなく、日本は自衛隊の専守防衛の理念に基づき、それにそぐわない兵器として大陸間弾道弾、攻撃的な航空母艦、そして B-1B ランサーのような戦略爆撃機を具体例として挙げており、この種の兵器は保有していない。しかし、戦略爆撃機の未保有という点については、今や、専用の機体を運用している国は、世界でも、アメリカ、ロシア、中国のわずか3カ国しか存在しておらず、大陸間弾道弾や攻撃型の航空母艦と比しても、その少なさは顕著である。そもそも、戦略爆撃機の定義とは、敵の戦力への直接の排除を基とした攻撃ではなく、主として、敵国の継戦能力を奪うために、生産設備の破壊や、
式の低下を狙った都市部への絨毯爆撃を指しており、近年の戦争では必要性が低下している。そのため、アメリカ空軍のビーゴニストラトフォートレスをはじめ、ロシア、中国ともに、すでに70年以上前の1950年代に設計された機体が戦略爆撃機としては主流であり、ことに、ビーゴニストラトフォートレスは、幾度もの改修によって、1世紀近くを運用される予定でもある。さて、今回の主題の B-1B ランサーであるが、そんな数少ない戦略爆撃機の中では、1974年に、初期型の B-1A が初飛行を行ったものの、当時のアメリカのカーター政権は、長距離ミサイルの開発の進展に伴い、これを試作の4機で打ち切る決断を行った。すでに、1978年の時点で、アメリカは、後に B-2 スピリットとして、1997年から実戦配備されるステルス性能を有した戦略爆撃機の開発には着手しており、有人機としては敵からの迎撃を考慮した場合、そちらに将来性を見出していたと考えられる。しかし、1981年に入り、アメリカで共和党のレーガン政権が誕生すると、ベトナム戦争以後縮小傾向にあった軍の増強が、施策として大きく打ち出され、その流れの中で、B-1A は、改良型の B-1B ランサーとして、再び日の目を見ることとなっていった。B-1A は、最高速度はマッハ2という非常に、高速な戦略爆撃機で、機関部のエアインテークは可変型であったが、改良型の B-1B ランサーからは、これが、コスト低減とステルス性向上のために、固定型に改められ、最高速度もマッハ 1.25 へと数値的には下がった。B-1B ランサーは全長が 44.81 メートル、全幅が最小時 23.84 メートルから最大時 41.67 メートル、全高が 10.36 メートルの大きさで、乗員は4名。この機体に4機のターボファン型の機関部を搭載。最高速度は前述したように、マッハ 1.25 で、航続距離はおよそ 12,000km 弱である。この機体に、B-1B ランサーは、3箇所に分けられたウェポンベイを備え、その合計では、およそ37トンの各種の誘導、無誘導の爆弾類や、ミサイル類を搭載することが可能で、機外には、これに、あと26トン以上の喧嘩を行うこともできる構造である。B-1B ランサーは、1986年に実戦配備が開始されて、以後、8年後の1994年までは、並走として、核兵器の運用も行われていたが、アメリカとロシアとの間で、1993年に、第二次戦略兵器削減条約が締結されたことで、その任務からは、外されることとなった。よって、今の B-1B ランサーは、通常兵器のみの搭載ではあるが、主として、中東地域でのアメリカ軍が、制空権、及び、航空優勢を確保した状況下において、2001年のアフガニスタン紛争、2003年のイラク戦争、2011年のリビア内戦、2015年のシリア内戦等に投入されている。最近 B-1B ランサーが実戦投入された事例としては、2018年4月のシリア内戦があり、ここではシリアのアサド政権が化学兵器を使用したとアメリカが判断し、空対地巡航ミサイル、AGM-158 ジャズ、ムによる攻撃を敢行した。これと前後して前述したように、2016年から2017年には、一時期、北朝鮮が核兵器の実験やミサイル発射を頻発させるなどしたため、この時も、アメリカは B-1B ランサーを、グアム島のアンダーセン空軍基地に前進配備する対応を見せた。さらにこの時、具体的には、
2017年7月に B-1B ランサー2機は実際に朝鮮半島まで派遣されており、護衛にはアメリカ空軍の F-16 ファイティングファルコンと韓国空軍の F-15K イーグルも付き、およそ10時間ほどにわたってその地で訓練飛行を行った。ここあと朝鮮半島から東シナ海経由でグアム島のアンダーセン空軍基地に帰還をした B-1B ランサーだったが、この帰路の護衛には航空自衛隊の F-2 戦闘機も従事しており、日本にとっても馴染みの深い戦略爆撃機となったと言えよう。この前年の2016年9月には B-1B ランサー2機と F-2 戦闘機とが九州の上空において直接の合同軍事演習を行ったこともあり、北朝鮮に対処するアメリカの戦力として当時は B-1B ランサーは多くのマスメディアで取り上げられる存在だった。ちなみに B-1B ランサーのことは一部の報道で死の白鳥と呼称されるケースがあるが、この禍々しい形容はこの2016年前後に韓国のテレビのニュースで用いられたことがきっかけとも言われており、彼の国のマスメディアの姿勢を伺わせる。無論死という単語が用いられていることから B-1B ランサーを否定的な文脈で語ろうとしていることは明らかであり、北朝鮮からの直接的かつ軍事的な圧力を受けて示唆し、一部の韓国マスメディアはアメリカの対応を揶揄したかったのだろう。